じゃん。いいでしょこれ。ドロドロドロ、ね、いいですね。ねえ、こう、いいですね。やっぱりこの白装束っていうんですか。映えますよ。このまた後ろの。あ、そうだね。この後ろは今までセットがね。ねえ、どれだけやめてくれって言ったら言うこと聞かない。やっと行きましたね。行きましたな。よかった。ね、どう思いますかこの、まあ、古くて嫌だっていう人もいるだろうけど。でも本当に西洋のお化けって怖くないんですけど、日本のこういう西洋の怖くないね。長靴履いて笑っちゃいますよね。笑っちゃうね。ふとなんか昼間出てくるのね。そうなんですか。夜は色が黒くてわからないって話なんだよ。やっぱり足元がこうぼやけてるんでしょうね。こうぼーっと。そう有名境をね、つまり、有から目へ来るわけですからね。ね、私は幽霊っていうのはいると思うんですよ、ね、人間が死んでもあの世からこの世へ恨みを礼を詫びを一言言いに来られないわけはないと思ってるんです、うん、だからスタッフの中にも少なくも幽霊 3,4 人はいるんじゃない。当人が気がついてないだけで、この中に、うん、あなた自身が幽霊かもしれないしね。あ、自分が気がついてないだけかもしれない、うん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 、死後の世界がいろんなことで今語られてますがね、うん、そんな話をしますかな。はい、はいいよ。今晩この土にとどまりて恨み晴らさで置くべきか自民党。怖い。今夜のゲストはこの方です。昔はね、真正面に今こうカメラ映ってるの、赤い電気がつくの、うん、で時間を見るとね、あ、8時だって言うとね、ピカッと電気がつくと、うん、それまでのこの顔と全て変わるんだから、うん、そして時間計って、あ、ちょっと遅れてるなと思って、おし、テンポ早くせ、うん、で早く終わりそうだったらね、うん、あ、早すぎる、うん、ゆっくり時間調整したもん。そら、苦労ですよね。それで絶対9時10何分で終わらすの。そこまでテレビのために苦労してきたんだよ。何が言いたいの。何言って、いや、すごかったってことで、ちょっとね、だんだん年を取るとね、こう大風呂敷になるのよ。いや、いいよ、うん、ただね、ロッさっきに戻そう話を。ロッテの監督になってもそら、うん、金谷みたいなスターがおらんでしょ今ロッテに。優勝なんかできっこねえじゃない。優勝なんかできっこねえじゃない。それどういうことじゃないその言い方。いやだってそれ戦力から分析して諦めるっちゅうの。諦めると言われ優勝はできっこないだろうっつってる。何でそのできっこないって分かるもんかね。そんなことは。いやいや、できません。できないよ。かけようか、かけようか、かけよう、いくらかける。1000万かけるよ。かけるよ。男子だ。少女失滅エシャ上理南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏ととね、生まれりゃ死にますわな。であんまり死ぬことを考えたくないですよね。でだから今日は死ぬっていうかな、その死代考えてみようかと思うんですよ。どういうふうに話がいくかわからないんですけどね。全然こうやってこうやろうというそういう意識は一切この司会者にはないんです。要するに人生と同じ成り行きです。居残り左平次の両家でね。まあとりあえずなんで死にてえか、いずれ死ぬならなんかリクエストをその辺から。僕は常々思ってるんですが、芸人中の世の中のためには反面教師にならないかんと。で僕は死に際の反面教師になってやろうと思ってね、餓死してやろうと思ってるんですが、あと20年ぐらいしたらね。と新聞の片隅に先日発見された老人の餓死死体はその後の調べで元タレント上岡龍太郎氏68歳と判明したと。死はこのところ10年間体を悪くして仕事もなく家族にも逃げられ友達も少なく食べるもんもなく畳に悔しいと爪の跡があったと。それを見た人が、あんな好きなことばっかりというとこういうこと何やお前ら勉強せないかんぞと、世の中のためになれると、これが理想なんですがね。人生ってのはなかなか理想通りいかんもんでね、意外と現実言うたら93ぐらいまで生きてしもてね。で南フランスの別荘かなんかで金髪の女抱いてね、あっといた瞬間にコテッと死んで、あと50億ほど遺産が残ったという嫌な末路が待ってんじゃないか思うと生きていくのが嫌になりますけどね。餓死が目標です、上岡龍太郎。あ、どうもこんばんは。まあ、どうして死にたいか。もう死んでるようなもんやもんね。そう、なんかあんまり生きてんだか死んでんだか分かんないですね。私はね、ウォーターベッドってのあるでしょ。ウォーターベッドってこんなになって高いんですよね、うん、で、うん、あれがね、生きてるといいなと思って、うんうん、で、牡蠣に目をつけた。牡蠣のね、大きいのね、遺伝小学で育てるでしょ。大きいな。
でこう大きくなったやつね、毎日あれ取っ替えないとダメでしょうね。臭くなっちゃう。前が長かったからってあんまり長くしなくたって構わないんだよ。同じ分ぐらい喋んなきゃいけない。持たせようと思って。で早く言いますと。まあ、いや次はもういいやつ。いやもうちょっと。いやでもどうしても言いたいってほどの最後じゃないんだけど。みんなが知りたい。僕みたいになって。うん。いやいや、それであのその牡蠣のウォーターベッドができたところで女の子を呼んで、うん、その上で抱き合ったりなんかしてるうちに死んじゃうでしょ、うん、で死んじゃうとこうね、牡蠣の消化液でこう溶かされちゃって、うん、であのこう中に入ってるんですよ、牡蠣の中に入るわけ、うん、で半分溶かされてさ、こんなになって死んでるのが透き通って綺麗だったなって、うん、新聞に出るって話ですしょうがねえ、すいません長く時間を取りました。アイさんなんですか。私はね、ただ死ぬ、あの脳なんかにならねえって死にたいと思って、みんなそれで脳なんかになっちゃうんだから、脳なんかになったの気がつかなくちゃいけないからね。だから脳なんかになるとほらもう味は分からなくなるしね、ただ食うだけの欲になっちゃってるからね、カリントだか犬のうんこだか分かんなくなる。あなんて生きていたくないから、そういう時にぽっくりまあ死にたいけど、人にいちいち聞くのか、これはカリントかいそうですよ、そう分かんなきゃ、じゃあ俺はぽっくり死のうって言ったよ、ぽくっと。その時になって俺潔く死にたいね。次にも半分死んでるみたいなの来てますからね、もうミイラ死んでるようなもんだけど私なんぞはね、やっぱりね、いい女30人ぐらいにこう見とられながらね、うん、夢見るように眠りたいですね、はあ、ハードボイルドに死ぬる、大ハードの内藤陣です。あなたはやっぱりあの私に恋焦がれている男の子にブスッとこう刺されたいですね。刺される、あっ、どういう状態で刺される、何に刺される、何に刺される、包丁ですか、なんか柔らかいものですか。柔らかいもの、柔らかいもの、柔らかいもの、硬くしなきゃしょうがないいい気持ちになっちゃって、で死ぬ死ぬって言うじゃん。なるほど、分かったな、あ、そういう意味で言ったんですか。刃物です、刃物で、鋭利な刃物で、鋭利な刃物で、どこのとこがいつ刺される、やっぱりあの心臓をね、一突き、死ぬことに意義があればそれほど怖くないですよね、うん、例えば愛する者のために俺が死ぬことによってこの子が助かる、この人が助かるって言ったら、うん、死ぬことは怖いかもしれないが、いくらかっていうかだいぶ安らぐわね、あの昔っていうかな、あの戦争経験者たちが書いた和田摘み会とか、そのあの白鵬会とかっていろんなそういうのを書いたその手記読んでるとね、死ぬ意味がないんですって、うん、まあお国のためだと思ってるけどもね、その人は納得しない。そしてこの、まあ、道っていうかな、田道あぜ道を歩いていたらね、子供たちが夕焼け小焼けかなんか歌い、あ、この子の未来のために死のうと思ったっていうのは死の意義を見つけてたと。なる、今意義がないでしょ、意義がないからやたらと生きたがると、うん、ここで生きてる時しかもうあれがないから、うん、ね、ここで今度丹波哲郎みたいに死後があるんだよっていうとうえーってそこへ行く、うん、死後ってあるの、あの語ではあるけどね、なんかあの、うん、死後は知らないけど、使っちゃいけない言葉ってあるよ、差別語っていうのは。あ、そうか。死後なんてないですよ。ない、ね、ない、ない、俺もない、全くない、うん、あのね、これ梶さんだか、その梶さんだ、梶山敏之さんですね、から司馬さんだったかのを聞いたのかな、うん、読んだのかな、でね、しまつまり蘇生って言葉がありますね、あの生き返ったっていうね、それ記事なんですが、で、あの心臓が止まって瞳孔が開いて肛門が、まあ、肛門はどうでもとにかく、まあ、あの死という医学的な状態になって10分なら10分15分後に生き返っちゃったと、うん、こういう医学的には完全に死の状態の空間をその人は覚えてるっていうんだよね、うん、で泣きすがってんのも聞こえるっていうんだね、うん、死んじゃ嫌だとかどうのこうのと、それ自分も答えてるっていうんだね、うん、それほど苦しくもないしね、そんな悪いもんじゃないから、そんな泣かなくてもいいよと言ってるのは向こうに聞こえないだろうという意識も自分で分かるんだってね、うん、電話でよくありますね、向こう聞こえないだろうなんか言ってて、あのあんな状態で、だからあんまりこの言ってお通夜でバカっぱらして、あの野郎ひでえ野郎でなんてあんまり言うと向こうは聞いてんじゃないかなということは想像ができるって、こういう話はどうですかね。僕はね、2つ例がありましてね、1つは僕の、まあ、近親者にですね、自動車レースやってて頭打って倒れて、で医学的には言いますか、
つまりもちろん生命はあるんですが、うん、こっちから何歩呼びかけてももう返事をしないと、うんうん、でそういう状況にあったけど治った人なんですよ、うん、その人はその時に一生懸命返事してるんですって、うんうんうん、周りの言うてること全部わかるんですって、うん、ああもうこいつあかんわこれとか、うん、全部わかってるんですって、うん、でそれが一つで、これはまだ死んでませんよね、うん、でもう一つは大鳥圭介さんなんですが、ね、うん、あの人3回死んでるんですよ、その先言った心臓が止まって、うん、医学的に、うん、でまあ手当てが良かったためにこっち帰ってきたんですが、うん、そう死んだ時どうでした、三蔵川で白いキレつけた人は呼ぶ、うん、嘘、真っ暗、何にもない、3回とも何もなかった、うん、で真っ暗だって何もないことも分かってるわけ、分かるわけ、うん、その意識はあんのかね、真っ暗だって意識は、いやそれは帰ってきてからどうだったかと思うと真っ暗でしかない、うん、で真っ暗って意識は今ちんちゃんが一体あんのかね、あるんでしょうね、記憶もあるんですよ、ね、あの死後の世界ってのはあるんだけど暗いっていうところ、それは死後じゃなくて、うん、意識がなかったっていうだけだよ、いや一旦死んで、そういう本って売ったんだけど、うん、特にあのルーマニアに多いのね、だから本がたくさんあるけど全部読んだわけじゃねえんだろ、そうそう、あるってだけだろ、うんうん、あのルーマニアの本の解説してると聞いてるやつは全部読んだと思う、大したらいいんだけど、ま、少しだけ読んでる顔系ね、ね、もう完璧に死んだと思って埋葬するでしょ、うん、とルーマニアの方じゃね、うん、あのその墓標のところに鈴つけて、ね、紐入れとくんだってね、うん、そしたらねやっぱりそれが何例かあって、うん、それはその時に覚えてるのは自分がその死んだっていうことじゃなくてね、死にかけた時のねそばで言ってることわかるんだけどやっぱり返事ができないって話は書いてあったね、うんうん、だから引っ張りがあるんだって一応万が一引っかえちゃったら、僕も死後の世界 あれは面白いと思うけどね、うんうん、思うけどもないでしょ残念ながら、うんうん、じゃあその今言った医学的にはね今問題になってますね、脳死の問題からいろいろ臓器移植からいろいろ問題になってますわね、死というのは今さっき言ったように心臓が止まってその瞳孔がねどうのこうのとまあそう言いますわね、人はあれは死んでないのかもしれないね、そうですね、ああそうか、うん、それから脳波が停止するまでっちゅうわけでしょ、うんうん、だから現実にはもう死にました言われても意外とその事故に遭ったその近親者の証言によると、うん、こっちから見るともう死も同然やのに本人の意識は全部ある、ただ口が動かない、うんうん、小西師匠のねあのかみさんがね、まあ、亡くなった時にまあみんなこういるわけですよね、でもう意識ないんだからボソッとね、おいもうダメだって言ったよって言うんだ、そういう言い方すげえ迫力っていうかな、そのあるんですよね言い方ね、うんうん、当に意識ないんだけどね、それ神さんが言ったんだ、いやいや小三師匠が俺にね、うん、でするとねトゥーントゥントゥントゥンとこうなってるね、あ、うんうん、それトゥーンとこれがねトゥーツーといった時になんか洞窟があったね、あ実際じゃないですよこれ見てるんですよモニターを、それ怖いね、あなたなんか若いから全然死なんていうことはまだ考えないだろ、こんなことない、ちっちゃい頃の方が考えないんだろうっていうのはバカにした言い方してるんだけど、いや小さい頃の方がよく考えましたね、小さい頃ってどのぐらいなの、小学校入る前とか、ね、入った頃とかその辺ですよね、だから自分がいなくなっちゃうってことは地球も全部なくなっちゃうわけですね、自分の意識がないってことはそれを感じることができないんだから、うん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 、そうすると地球はどうなっちゃうんだろう、その後が心配だった、うん、自分がいなくなった後の世の中を心配しましたね、うん、やっていけるんだろう、私なしでやっていけるんだろうか、偉い子供によくあるじゃないですか、いなくなったら両親がどれだけ心配する、 それもある、うん、それもありますね、そういうのはね、愛情が多い子なんで、で私がいなくなったら両親がどれだけ悲しむだろうと思って泣いちゃったりとかね、うん、誰も悲しまなかったりして、自分で泣いちゃったの、両親が泣いちゃったり、両親がかわいそうな、最近ね、ちょっと不謹慎だけど自殺の仕方がね、勉強してないのね、最近は飛び降りがほとんどなの、昔はね、ちゃんとこう電線をこう巻いたりなんかして、電気でね、うん、だから科学の勉強よくやってたわけよね、飛び降りるってのは、なんかもっと方法がありそうだね、あれで決断するわけでしょ、うん、1、2、の3で、うん、飛んだ時にしまった、やめときゃよかったと思う期間があるでしょ、あれ辛いでしょうね、うんうん、後悔したその瞬間ですか、うん、あなんか高いビルから飛び込むとね、いろいろそうだ、あいやこういうこともあそうだよく考えたら死ななくてもいいんだべしゃんな、あの一つ怖かったのはね、飛行機から飛び降りてパラシュートの開くやつあるでしょ、スカイダイビングっていうんですか、うん、あれのねカメラマンがいてたんです、うん、でそのチームをこう撮影するやつ、うん、ポンと降りてたーっと撮ってたんですって、うん、でやがてずーっと降りてきたらもうこう引かない感じですよね、うん、そのカメラマンひこあれパラシュート忘れてたんですって、うん、でもちろん死にましたけど、うん、その人はしもたと思ったでしょうね落下さーんそれでね、いやね、その死ぬ時にみんななんか言うじゃないですか、このね、おつなことを、もっと光をとか、うん、私はね、もう決まってるんですね、で、チーク剤のね、いいあれがあるんですよ、タイランド、タイのあのメナムのあそこ行くと、作ってるでしょ、あのチーク剤のあの棺桶が、結構艶なって、そうそうそう、なかなかあの
火葬場で燃えねえというあれがあるんだけどね、うんうん、土葬だからもう横に像なんか掘ってそうそうそう、あれ入ってね、うん、それであのデキシキングスがねやってくれるんですよ、いいね、ザッツアプレンティー、これで満足だって、うん、これでね、粋なもんだな、ザッツアピッパンキッタンチッタランカラカリタンチ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 さっき言ったように意義があったらいいんでしょ、お国のために死ねたとか、いや結局あの未知なものへの不安感でしょ、女が処女を失うの怖いっていうのと一緒でしょ、その程度かよね、っていうのは一気じゃなきゃ怖かんないけどね、未知だから怖いだけですよ、僕はね癌になりたいんです、まあなると思うんですよ、母親乳癌ですし、うん、癌で死ぬと何癌でもいいんですよ、胃癌でも小癌でもね、うん、で癌やちを宣告してほしいんです、うん、あなたがんですと、あと美月が美月ですと、テレビ局とテレビ界のがんだっていうのがあるねまあでそうなったらテレビ局とね、うん、あの専属契約結ぼうと、うん、私すみませんがんですと、うん、作家ならばあの手記書くでしょ、がんと戦って100日とか、うん、僕はあの書けませんからテレビへ出ますと、うん、毎日ね、で6時になったら今日の神岡龍太郎がんですと、うん、で血圧天皇陛下の次だな、そうそうそう、あの脈拍とか全部出て、うん、ほんと見てる人はあだんだん弱ってきたな、うんね、ほらこの間と痩せてきたかなと、うん、でもうそろそろやねって、で今日ですという日は視聴率高いでしょ、ああで毎日今日の遺言って言うんですよ、うんうん、じゃあ芝居しちゃいけないんだね、そのままの状況じゃないと、ね、もう最後はヨタヨタしながらも出てくるといやそうですよ、その時ちょっとね挟めて死に様を見せてやりたいってこと、まあ、それは今興味本位の一つのドキュメントとして面白い、死に様というのが今生き様といろいろ言うけど、うん、まあ、死に際まで見ててほしいってことですね、いやいやということはね、あの土地錦じゃないけどさ、さらっと引退して本当にさらっと、うん、まあ当人はともかくきっとあの引退を良しとするならば人生の引退もきっといいと、あの江戸っ子らしくにっこり笑ってたんじゃないかということは想像することも可能だわな、ね、大平さん的に言わせればね、まあ、でそうなるとそのかっこよく死にたいっていう、つまりこんなになってまで生きていたくないっていうのと、もう一先生はそうじゃなかったな、キリンも老いればドバに等しいと、うん、あんな頭のいいやつもここまでなっちゃうんだというのを見せてやりたいっていう、これも強がりだからそんなこと言ってましたよ、うん、いや話ちょっと戻すとね、うん、死ぬことが怖いというのは亡くなっちゃうことが怖いんですね、だけど亡くなることは確かなんですよ、うん、亡くならないんならいいですよ、うん、ね、ここに置いといてこれ亡くなっちゃう怖い嫌だからってこうやって持ってる、当人これ死んじゃうんでしょ、うん、死んじゃうのが分かってるんですから、うーん、いずれ来ることをなぜそう怖がるの、うん、でさっき言ったようにお国のためとかっていうのは怖さがいくらか減りましたね、うんね、うん、だけどさっきくどいようだけど俺が死ぬことによってこれだけ助かると、うん、ね、犠牲になったっていうならまだそう死ぬのに意義があるよね、死ぬのに意義がないから今怖いの、うん、どうかなこの話、ネタがなくなっちゃってるんだ、ネタが生きてるネタがなくなっちゃった、うん、つまりあのもう人が死ぬようになって歴史が長いでしょ、うん、だからもういろんな意義のある死に方やり尽くされちゃって全部やったなくなっちゃった、あ、そうか、うん、そういうことなんです、じゃあ意義のある死に方って何、戦争以外に知らないけど昔やった意義ある死に方真似すりゃいいのかな、でも意義ある死に方なんだ、最初にやんなきゃダメってのあるか、いや意義のある死に方はない、ないからどっかで意義を探さなきゃなんでしょ、うん、だから意義を探してない、意義を探すことが人生じゃないんですか、うんうんうん、つまり生きていって生きていくことに意義をさ、意義なんざあんまりねえってやねえかもしれないけどね、乗り風みたいな言い方だったらすごくいいんですよ、うん、なんかあの、まあ、実際どうだか知らないけど一回見てるとね、うん、それから見てると乗り風の子しか見てないけども、うん、とってもいいんですよそういう言い方は、でもそうでない人はどっかに俺も落語界のために何かやりたい何かやりたいと、うん、でやった時に俺はそこそこに意義あったと、うん、やらないやつはやらなくてもいいんだと言うならいいけどね、やらないやつがやらないといけないと思ってたやつはたまらないよね、まだ死にたくない死にたくないってなるんじゃないのかね、だから例えば若いもんにもう死にたいんですがって相談されたとしますね、だこれを止める理由ね、生前周りが悲しむからやめなさい程度でしょ、うん、でも生きてて悲しませる方がもっと悪いってこいつに言われたらね、うん、俺は非行少年やし、うん、犯罪を犯す、周りが泣いてると、うん、死んだ方が一層禍根が断たれていいって言われたら、うんうんうん、自分で生まれてきた命やないから自分で立ってはいけませんというぐらいしかないですよね、あのさ、うん、人にさ僕はもう死にたいんですって言うってことはなんか止めてほしくて言うんじゃない、まあそうでしょうけど ね、それ止める積極的なこっちも理由ないですよね、このまま生きてても相談されたけど止めなかったことがあるんですか一回死んじゃった死んだらって言うたんです、ああ、まあ、死にませんけどねそういうやつは、ただそやからそう言うたように自分で死ぬっていうことは自分で生まれてきたやつにはそれ許されるけど、うん、自分で生まれてきたわけ違うでしょ、うん、そうすると死ぬのも他人に任せるのしょうがない、うん、で他人に任せるのはいいんですよ、だけどこんなにまで死ぬことが怖がるのかなというのはね、うん、まあ俺もきっと怖がるかもしれないけどね、
どうだ潔く死のうじゃねえ、うん、死ぬ時の原因はよしっていうんだから、はあ、だから俺はザッツアプレンティーだと、うん、人生10年素晴らしければ生きてきた甲斐があるじゃないかと、うん、俺はこれで満足だと、うん、俺はこう言って死にたいと思ってるが、うん、どうですかお隣さん。いや逆に言ったら死んで花見が咲くもんか。あそうかい。でまだ生きてる。だってさっきね、うん、あの確かにその死んだ人は継承を与えるけど、うん、死んじまったやつもっと遊べるのにかわいそうじゃん。俺なんか意義も何もないけど遊びたいもん。いやいや遊びたい。いやいやまあいいですよ遊びたいって言うけど、だけどさ大したことやってないのなら、うん、遊びたいというのがあればいいですよ。死に急ぎしなくたっていいじゃない。死ぬことは怖がらないけど。いや俺急ぐっつってるわけじゃないんだ、うん、死ぬのをなぜ怖がるんだと言ってるわけ、うん、急げなんつってないよ。じゃ怖がってないよ、うん、怖いことはない。ただしょうがないじゃない。無理やり死ぬことはねえじゃないかと思うんだよね。だって犠牲者は無理やり死んだんじゃないんだもん、うん、油断をしたために死んだとかあれから事故で亡くなったとかってことでしょ、うん、俺かわいそうだなと思うよ、うんまあ、いい。僕はなんかね自分が死ぬっていうような気がしないんですよね、うん、あ生きてる存在感があんまりないから大して分かんない、うん、なんか生きてるなって感じも別にあるわけじゃないけど、そんなに、うん、ただなんか死ぬって感じもしないな。僕自身はそう怖くはないですが、そんなことしたら死ぬぞっていうようなことありますわね、うん、危ない危ない死ぬぞ、うん、崖っぷちゅーと歩いてね、うん、死ぬぞ。そんなに怖がるんですかみんな。誰か。いや、やっぱ怖いですよ。そうですか。例えばあの長崎でああいうことあると、うん、やっぱり死ぬの怖いでしょ、うん、いやなんか痛かったりするのは嫌だなって思う。いや死ぬんじゃないかなと思うのは確かに怖いよ。痛いのか。死ぬ苦しみっていうんだからね。あの、うん、ほら大島のさ、うん、港のちょっと出るとさ流されてっちゃうじゃない。あの怖いもんねだって地味に流されてないから。死ぬのあんな怖くないですよね、うんうん、殺されるの怖いですね。うん、なんか急にね。殺されるのは恐怖。殺されるんだって意義あったらどうなの？いや、意義あったらあなたが死ぬことによって日本が救われるって意味ある。いや、でもそれでも嫌。惚れた女がとかあなたの子供が助かると思っても嫌。子供なら行きます、ね。ほら、意義が、うん、そうなら意義あるじゃん。それだって意義の度合いが違う。つまり自分の死が無駄になるかならないかっていうこと。だからそうなんだよ。その意義のためならどうでもいいけど、惚れた女だったら死んでみせっかみんな。いいじゃない。その意義があるじゃん。あれ今まででも意義があるっつって死んだ人ってみんなあったのかしら。そうなんだ。だそれなんだ。惚れた女がいないから意義のあることをしてないから怖い。すいませんよ。確かにそれ今ね。いないからだ。階段からこう。なんか うろたえちゃった。まあいいや、まあいいや。汗かいちゃった。汗かいちゃった。僕言えないな。困ったね。しょうがないから仕事で行きますか。もうこんなになりながらアシュラのごとくなりながらですね、死にたくないと。スーザン・ヘイワードもちょっと違ったから、まあそんな私は死に、まあ、あれは全然違うんだけどね。死にたくねえって叫びながら日本中狂気のごとくに生きてることしか楽しみがないんだからつってめちゃくちゃになってみるかね。それしかしょうがないんじゃないですかな。ええ、はい。じゃあ何？この方もなんか不死身の感じがいたします。誰？今日のゲストです。あ、金やん。はい。ああ、こういうのは死なないんじゃないのかな。ね、え？一番死なないでしょ。だって死ぬ理由がないですよ。いいや。意味がない。意味なしってない。意味なしってないけないな。非常にね、スポーツ選手らしく単純明快でね、分かりやすくていいんです。だけど何してるか分からないけどね。昔金田と寝てた女をですね、あるやつがやったらくるっと向こう側向いたっていうんですかね。あれギッチョだから、まあ、そういう話いやまあこっち置いといて金谷にいられたもしもしなんで聞いてきますからね。じゃあ一つ龍太郎先生一つご一緒に、はい、野球のことですから。あのね、昼間寝てもいいから夜は起きてこの番組見てないよ。あのね、見てないとバカになるよ本当に。俺そう思うよ。もっと言うとね、俺とか上岡とか会わないとバカになっちゃいますよ。バカになった方がいい場合もあるけどね。まあ、ともかく今日は金谷を呼びました。よろしく。どうもようこそ。ようこそ。いや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 、ロッテの監督になってまあ勝たないかんってよく言うね、うん、なんで勝たなくちゃいけないの野球っていうのは。面白い質問だねこれ。僕答えましょうか、うんうん、不安のレベルが低いから。ああそうか。阪神ファンなんか別に勝てなんて誰も言いませんもん、うん、勝たんでもずせえしね。勝てない。レベルの低い不安だけど、僕なんか勝たなくてもずっと安心。さ、ただ一人じゃん、そういうのは。で、一人でもいいですよ。密度が深い不安が一人。一人だけじゃ守れないから、不安がって。いやだ、勝たなきゃ。でも阪神ってずっと客入ってますよ。それも勝ってる広島よりはるかに入ってる、ね、入ってますよ。いや、入ってるじゃないし、あれは巨人の人気とともに伝統にこうになってる。いや、なんであろうが入ってるってことは事実じゃないですか、うん、広島なんか勝っても入らへんでしょ。そう言ってた絹川さん。
とにかく中日あたりはね、ヤクルトとやっても入るけどね、巨人とやっても来ないんだっつうんだ広島、うん、人口あるね、あるだけで野球人口って伝統もあるし、なぜ広島は客が来ないんだかねそれが聞きたいね。強いチームはなぜ客が来ないか、あれだけ面白くないから、うん、ピッチングスタッフおる山本浩二、衣笠がおった時から来てないんですよ。何かが欠けてんだか、そう研究してみるべきやろね。だから巨人が来ても入らないの何事かち、あのまあ話は堂々巡りだけどね、あの大事なのはじゃあ一生懸命やれば勝てると、まあそうね、駒がなきゃ勝てない、駒があって一生懸命、うん、勝てば客が来ると言うけどですね、うん、勝つというのは8球団のうちたった1チームですよ優勝的に、最後には ね、うん、まあ、そこまで行く間に来るかもしれない、だけど最初はまだ分からない、うん、途中でもどんどん来ると、今回3チームが残ったってのは稀有な例で、うん、普通2チームならまだいい方で1チームですよ、うんうん、で1チームだけがね客呼んであとは来ないというのは前提になれば、その1チームになることよりも1チームにならなくても客が来ることを考えたらどうなの。あのちょっとあのパ・リーグの会長みんな帰って、会長だって言うちょっとあの野球界の反対のために言って真剣に言ってる、ええことええことよ、なんでそんなこと、一番難しい問題、弱くて客が入るっていう、ただもう一つね、勝つのが目的でしょ、うん、と手段ってのがありますよね、うん、と僕は巨人みたいな手段は何ぼ勝っても嬉しないんですよ。3番バッターが送りバントして4番バッターがスクイズして1点取りました勝ちましたって、これで喜んでるファンはアホですよ、うん、そんなもん金払って見たいですか。巨人がね負けた時優勝しないことのね視聴率とかね、いろんな面でものすごくねこの影響を与えるものが大なの。まあこのテレビ局も読みにくい、いいじゃないですか、こんなテレビ局なんか潰れよう、こんなもの郵政大臣が反抗者それで済んじゃうんだもん、ね、これはいいんだったんだ、強くならないといかんという中で勝つことにあくまで闘争本能を持ってるわけや、巨人は勝たなきゃ、だからそれで闘争本能を持ってると言ったら江川なんか全く持ってねえじゃねえか、闘争本能、江川だって桑田だって闘争本能、土地本能を持ってるじゃねえ土地本能は、まあ、その上で脳が金がこちらの儲かるからこっち映画だ、あ汗かいたら損やつ、ほらだから逆には客が来るからそんなことになる、来なくて貧乏球団ならもっと一生懸命やるじゃないですか。いや貧乏球団で一生懸命やるちよりもあれだけ体がお太り遊ばっていったら、ね、もう動きも取れないでしょうが、だから無理は効かん、適当な時に甘い汁に、あホタルじゃないけど甘いね水、こっちに水が甘いよって、その甘い気持ちが傾いた時にもう人を頼る、人から金が入ると思ったらもう野球はやりませんよ。これは野球というのはね、この銭金に桑田言ってるじゃないですか野球、うん、これは野球一生懸命やりますよ、あれを江川と一緒にしちゃダメですよ、ダメだよ、ダメダメダメ、問題としてはなんか土地でどうのこうのいや土地でどうのじゃない、桑田の場合みんな誤解してるの、あの子はね、うん、徹底して野球を練習して野球やる子だから、うん、それはそれなりに金券、自分の金銭感覚として儲ける範囲の中で儲ければいいじゃない、徹底的に野球なんてやんなくたって江川結構勝ってたじゃないですか、それが徹底的にやって徹底的に勝たすような野球をするから野球のお客さんが来なくなるわけじゃない、だからもっともっとね、もうあれがもう人が見て魅了、もうとにかくテレビ放送したら全 50% 以上の視聴率が上がるぐらいならない、金田がもし昔の金田、うん、国鉄ストラスの金田が今ここに現れたら、うんうん、60% 視聴率上がりますよ、球見るだけで、そういうことは分かんない、いや言いなさい、そこで共鳴しなかったら昔の人誰も知らないんだから、力強いるな、いやそらね、長島をね、いや俺あの時見に行ってるよ、いいってのは三振に切って取る金だっていうのは魅力ありますよ、いやあの時の球の見せる、それそのテレビが普及した時それをばっかり考えてテレビ用に投げてたんだから私らはやってる時に誰も気がつかねえってのは今から気がつけ、テレビね映ってない時はねあの今はね後ろが映すでしょ、昔はね真正面に今ここカメラ映ってるの、赤い電気がつくの、で時間を見るとね、あ8時だちょっとねピカーッと電気がつくと、それまでのこの顔と全て変わるんだから、そして時間計ってあちょっと遅れてるなと思ったら、おしテンポ早くせ、早く終わりそうだったらね、あ早すぎる、ゆっくり時間調整したもん、それは苦労ですよね、それで絶対9時10何分で終わらすの、そこまでテレビのために苦労してきたんだよ、何が言いたいの、何が言いたいの、すごかったってことで、ちょっとねだんだん年を取るとねこう大風呂敷になるのよ、いやいいよ、ただねロッテで、さっきに戻そう話よ、ロッテの監督になってもそら、うん、金谷みたいなスターがおらんでしょ今ロッテに、優勝なんかできっこねえじゃない、優勝なんかできっこねえじゃない、それどういうことじゃない、その言い方、いやだってそれ戦力から分析して諦めるっちゅうの、諦めると言われ優勝できっこないだろうっつってる、何そのできっこないって分かるもんかね、そのことは、いやいやできません、できないよ、かけようか、かけようか、かけても、うん、いくらかける、1000万だろ、かけるよ、かけるよ、金田さん、そのロッテの選手も含めてね、今の若い選手の中で昔の金田さんとか王さんとか長嶋さんみたいに将来なれる人っていますか、今、い
いや体も全てちょっと違うだろうけどね、うん、あのその例えば長島の子供がね、お父さん比べられてすごいすごいってマスコミ書かれたね。で野球はあまりできなかったんで、うん、でも僕言うの、一茂がもし親を越したかったらね、うん、親以上の練習をしなさいって。それですよ。その今の子でもね、金田を抜こう長島を抜こう選手はいっぱいいますよ。素材としてロッテにもいる、初芝ってね、あの三塁かな、うん、あの栄子もいるしね、あの愛子でもね、これたちがね、うん、本当に生まれ変わってよ、練習に打ち込んで目覚めて本当に練習をしてやってきたらね、化けてきますよみんな、うん、それはもう夢を持たなくちゃできるって。ではね、そのまあこれはまあ情熱っていうのは大変素晴らしいことってね、否定するっていうのはね、それは良くないって言ってないですよ。否定することにおいて俺が意見を負けた時に金やんが初めてなるんでね、同調するよりも全て否定してかかっていかないとね、良くないというのは俺の生き方で、まあ、まあ外国人はそうかもしれない、まあ、それはこっち置いといて言い訳ですけどね、一つしか一チームしか優勝しないとするとですね、あとはもうある時に諦めたと、そしたらそれで観客を呼ぶ方法、話は戻るんだけどね、一番いいのはその野球そのものに勝っても負けても、つまり神岡が阪神を応援するような状況っていうのを作らない限り、ただ僕は金谷偉いな思ったのは、就任早々清原に喧嘩打ってね、でこら西武戦がおもろいですから、それはね、西武戦を平沼にバット投げられへんのね。ロッテには我々の言動行動がね、まあ、おかげさんでテレビ出していただいてですね、また金たちがむちゃくちゃ言うというイメージがあるわけよ。だから一つそういう言葉の先導でね、この客を呼ぶ、むしろ十何年前ロッテの監督やった時も金やんダンスやったりワーワーしたお客さんは神様はい頭下げて、これも何せパリングは客来ないから客来てもらうために躍起になってやったのよ。だからフランチャイズで客がほとんどでもビジターへ行って、ね、例えば広島へ行っても大阪へ行っても、その時客がいっぱい呼んであげた時が最高に嬉しかった。だから客が来ないと金田野球なんて死んじゃうの。だから今西武というね、例えば清原がやった、清原がバッと投げた、これをそのまま3日出場停止で終わった、こんなことでやっててはね、客がこうなんだまたか、なんだまたか、もう乱闘騒ぎばっかパリングやったら、あげくらでバット投げてまた殴りやっこして、全部に教育上悪いのに殴ることばっかり最初から見せて、どうして殴るの悪いの。いや悪いですよ、そのバットを投げてワーワーやるっていうのはね、やはりスポーツという野球をやる限りはね、わーっと軍団で揉めるのはいいよ、だけどバットを投げるということはね、これは絶対いけない。そしてまたそれを利用して、仮にそういうことが清原がバッターで、金田がいて、監督がロッテがいて、また同じことを再現されたら、これもう折れないよ、そんなあんた袋叩きだね、袋叩きどこじゃねえ、野球ロッテの限り絶対バッターボックス立てませんよ、そんなことして。私はそれ嫌い、ぶつけてないな、みんなぶつけるなんてもない、べしょっちゃうから顔このね、軍団でそれからそんなものは絶対選手として西武のユニフォームしちゃいかんです、今度やったら。ただただ軍隊揉めたら、わー攻撃するのはいい、もうこれ軍団で行くんだから。でアメリカ人が今度来て暴力を振ったら、うちはもう専用に置いとくからね、バッと持ってパヤーと腹っ端は頭べしょぶったたくよ。そうですよ、今度アメリカ人が来たら、ね、俺アントニオってのがいればね、もうクレスニックもね、山本八郎もまだ現役でやられたんですよ。アメリカ人がね、アメリカのこの選手がね、うちのあのランボ乱闘用に一人集めるマイクいるから、ね、絶対やらないよ今度、絶対私が監督をして、あの日本の選手を殴りにかかったら、こんなもの大東亜戦争以来歴史が長いけど、たまったもんじゃないよ。なんでこの殴られなきゃ、日本同士あのチームの選手同士にはそんなことありえないんだから、わーっと怒ってもやれやせん、こうやってわーっせいぜいこうだよ、こいつはこうだもんね、あんなもの見事にしょい投げ食わせるとか、しょい投げ食わすね、今度ね、うちにね、あの専用置くの、あいいね、へし折る関節折るやつを置いておいてね、なんてのいや今隠してるの、隠してる関節を置いてね、マスクかけてる、そうそう、そしてあん顔してね、パーッと出てってね、関節的に行くわけ、わーわーわーやってね、カンッと関節落ちまうそのぐらいやりますよ、いいね、そんなことあの許す、今度外人がね、あんなこと暴力を振ってきたら、よっしゃ、それ取ってもさせない、だからもうそれよりもね、みんなで揉めるのはいいや、わーっと、そんなね、だってみんなが揉めるきっかけは個人でしょうが、いや個人でもね、揉め方が監督が抗議してうわーアンパイアとバーその程度はいいよ、あそう、選手同士がなだれ込んでやったわはったわね、同じね12球団でありどっかでまた一緒になってチームメイトになるんだもん、だそういうわしもやったことね、昔あのよくやったよ、やったことあるとこじゃねえ、いや私は選手を構うからやることであってね、大乱闘っていうのはそんなもの非じゃない、だけどああいうバカみたいなことしないね、あの失礼なこと聞くかも分かりませんが、もう野球が古いってことないですか、誰ね
野球は今も昔も野球は変わらない。金田野球が古いんじゃないかってこと。いや金田野球も今野球も何の新鮮味があるの。やるのは今の野球は覗きだけでしょ。サイン見てやるだけだ。それ以外何一つ変わってない。いやだって今こんなこと言って一生懸命やれなんつうのは古いんじゃないの。いや一生懸命やれちゃって古いということだけど。いやちょっと聞いたね。ってことはね古いっていうのはね一生懸命やらないとね。だやりたくないってやつに一生懸命やれたって無理でしょ。あのねその一生懸命やるやらんという言葉がちょっとね違う、 あの違うけどね、うん、プロで契約してくるかに家族がいるんですよ、うん、自分の将来の設計あるんだから、うん、こんなの黙っててもやるのが当たり前だ。そうか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 ちょっと待って待って、まあまあまあ話前前前やね俺の弟子が来るでしょ、うん、弟子が ね弟子っていうのは青春をかけて俺に人生をかけたわけですよ、うん、学業を捨てて職業を取ったんですから、うん、プロになったんですから、うん、少なくも俺が思ってる通りやらないよ。やれば栄光があると、うん、え、まあ、円楽の弟子なんかもっと顕著に分かるよ ね。だから円楽がイライラしてるわけですよ、うん、俺のところへ来てやるところがないから俺寄せまで立ってやったと資材を投げ打って借金しに置いても、うん、それでもやらない、うん、むしろそれが分かりやすくやオリオンズが亡くなった時にやれやれって喜んだんだから、うんうん、つまり分かりやすくや野球の選手であればいいとそこそこ金もらって、うん、いやまあ言うね、そういうのがたくさん落語界にいるの。だから落語してんじゃねえな。面白い。バカにバカにされてる。ね、まずね、うん、そやりたくないやつになぜやれって言うかっていうと、こっちのためじゃないんだ。あなたのためなんだよ。俺は一生懸命やっとして今日があるんだから、それ一生懸命やらないやつがいるとね、俺の人生に対して不安になってくるんです。だから一生懸命やれって言ってるんですよ。だから逆にエゴイズム。いや我々はねそのそれをいいことだとしてるよ我々の世代は。やってきたもん。そこが違うんじゃないか。長島の王でも我々でもねやってきたことをね一応その子たちに確かそうそうそう体験を生かしてね、うん、少しでもこの鮮度にね、うん、乗って一緒に歩んでくれればそれはやはり野球で得た恩恵をねお返しするとかそうじゃなくてこう手探りである程度ねこの人たちをですねこういうことだよということを。一人でも二人でも知らしめておかないと、うん、大きい意味では野球界のためにならんの。だからこの子たちはプロである限りプロ野球である限り家族を養うんだともっと生活意欲旺盛になってもらいたいわけ。だって家族なんて養わなくたって家族は楽に食っていける現状があるしね。いやあの楽に受けるあのいける現状ではなくてねもうむしろ野球一生懸命やってて2軍あたり行ってるよ一生懸命やらないと思って空いてる時間バイトやってるのははるかに収入があるから、ね、いやそれはこれを今度ロッテでもどこでも振るい落としてねあのザルみたいになっちゃいかんけどきちっとしてそういうのは跳ねてね、あかんものはピン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 跳ねて残ったもので野球するように持っていかないとダメなの。それ今男子さんが言ったようにね、うん、多いのいっぱい。そうでしょ。そんなもんちゃんとしてたら飯食えるわ言うてね、そうそうそう、もう太陽なんかほとんどそうじゃないですか。あれは力がないの。力がないことに平気な顔してるじゃん。いや平気だ。だから小馬がイライラしたんでしょ。いやイライラ。あれは小馬の失敗はね、自分は名監督と思うから失敗するの。小馬がいなきゃ勝てない。私かって、あ、そうか、駒がいなくて駒がいたんだ。あ、駒がいた。私は巨人のメンバー戻ったらね、うん、例えば大野とあれ川口2人もらったらロッテ今でも優勝宣言しますよ。あ、う、あ、ん、そうです。駒がないから謙虚にいるんだ。駒があったらほら吹きますよ。うん、これは巨人のメンバーね、今斉藤と桑田、うん、桑田1人くれても優勝しますよ。阪神だって牧原と桑田くれたら優勝しますよ。あらもう打つのが足りん。でクロマティくれたら。あ、そうそう、それを確かね。いや俺金谷がやってる時にね、あの一回ね、なんでこんなに交代させんだった時に投げられない奴がいねえじゃねえかって単価切ったの覚えてんの。あれいいあれ返事だったけどね。投げられないいないということとね、うん、9インニングでね、それから11インニングで引き分けっていうものがあるんだよ。そうすると野球はもう10人かかってもゼロで抑えれば、うん、引き分けになるわけ最悪、はいはい、負けたくないというもとのからね、うん、苦しい時には全員投入してもね、うん、そういう野球を昔はやってたわけ。僕ね今お二人の話聞いててね、二人ともに天才の悲劇があると思うんですよ。金田さんなんか練習戦でも20勝ぐらい軽くできた。で男子賞なんかねもう普段から練習戦でも楽なんかできるんです。ところがいやと凡人の悩みが分からんですよ。そんなことない。いやそれは金田さんのね解説なんか聞いてたそうですもん。さて金田さん、ここはピッチャーどういう風に投げたらいいでしょう。こんな時はもう思い切って真ん中へ行って、真ん中へ行け、打った大きいホームラン金田さん打たれました、ね、あんな甘いとこ投げちゃいかん。自分でそれでいい。それで金田なら真ん中でもいいですよ。やっぱり中田浩二やと真ん中やとあかんです。その差が分かってる。いやあのね野球っていうのは、ね、単純にやるものね、そのね、どうのよく言うじゃない、あの1センチほど外角ね、外角ね、バカやってみろ、できるかいち、うん、だから私らは、ね、小山はできるって言ったよ。え、小山
たまたま行っただけですか。あれはそうやらんと飯食えないからあの研究したんだから。そうそう、ただ私は言うてど、行けっちゅうのはね、気持ちを負けるなという意味を言うわけだ。気持ちを押していけ、まず向かう闘争本能がなかったら野球をやるもんじゃない。攻めろというね、攻めるためにそれから本当の技術というものが入ってくるわけ、うん、間違っても手を出すな、人生間違っても手を先に出すな、法律的変化してもなるように、うん、ピッチャーでもピッチャーは間違っても手を先に出すな、とにかく手を送らしてくるという形、気持ちがいけちゃう。それをあの言葉を足していく、もうね最高のレベルのピッチングの技になってくるわけ、うん、だそれは分かる人分かる人分かるけど、うん、我々の言葉の中には全てそれが含まれてるわけ、うん、僕はそれから2つあると思うんです、うん、1つはねドラフト廃止する、うん、なんで言ったらね、ドラフト廃止せなね、スターが育ったんですよ。高校からあそこへ入りたい、そいつが思うところへ入ってやると何も黒い影がつきまとわんけど、桑田でも江川でもやっぱり黒い影がつきまとうでしょ、うん、入りたいとこ入れといたったら最初から好きなとこ行っときゃ。もう1つは給料上げる。今2軍でね、最低ね1500万ぐらいやりゃいいんですよ、プロ野球選手になりゃ。しかしよく出ますもん。野球界の知らん人は幸せじゃねえ、言えて赤字をどんなに抱えてパ・リーグをやってるかということを考えた場合ね、セ・リーグというのはテレビ局が、うん、巨人があって絡んだテレビが13試合かね、莫大な金が入ってくるように。いや、赤字なのにね、うん、赤字なのにやらなきゃいけないっていうね、お上のあれがあるなら別ですよ、やめりゃいいじゃないですか。やめりゃいいんだけど、その野球界その今やるためにはドラフトにおいてね均等化しないと、金があり儲かり何でもできる選手が全部入ってたらリーグ成り立たない。でも均等化してないです。阪神なんか21年間優勝できない。いや21年間優勝できないのは均等化というより、そのスカウトのことにあの下工作が行き渡ってないだとか、それから 逆指名で入ってこなかったり、あんたんとこ来たら断るよと、来ないでくれとかね、もう水面下でね、その自由競争のようにやってるわけなの。なんで門前払いクラブチューンだから行くと、ね、あんたんとこ会いたくないから。そうそう、こんのいいやんの向きたらもう本当に鼻っ柱へし折ってやろうと思う。ああそれわかるね。あの大英にも時なんか入ったらもう、うん、ロッテでは消費戦すよね。いや入ればいいね、入ってくれればいいね、うん、大英に。ああこれが1年いしたら来年絶対今年戻ってまた指名するからね、うん、どこが指名しますよ、うん、意地でもこういうまま投資はダメだ、うん、それからね、まあ、最後にあの迷宮界の一応ボスだよな、まあ、まあいいな、使われるのみですよね。ただ迷宮界にね、一つだけ希望があるのはね、うん、4連投した杉浦がね勝ち数というだけで入れないとか。いや彼らも迷宮会員と同じようなもんですよ。ただ私はいやいや、それ杉浦みたいな。いやそうですよ、だろうけども、ああいうシステムは考えない。難しいけど、いやもうそれはね、5年10年経った後にね、後にね、いつの日はみんな一度に返しますよ、うん、そんなもうただただ誰かがそうなると、ただね2000本打てば迷宮会に入る。そうそうそう、あと1本セコイのが200勝すればいい。こんなもうあの別所もそうだったけど、半月にもイライラ、まあ、それでもそれに近づいてやった30何人という人がやってきたんだから、あれがもしなかったら10何人は終わってるんだから、それをよしとしなくちゃ。それあとはもう次だとかみんな集まってやりますよ。そうですか。ああみんな仲間だ、仲間みんな仲間。あの、来年はロッテが優勝いたしますんで、間違いございませんから、どうか一つ川崎球場でどんどん行って、あの行けない人はあの入場券だけ買うだけでも結構でございますから、みんなでその川崎しょうがないよ、やっぱりこれだけのこと言った以上はこれ優勝するバカにした顔して人だからそんなことない。大阪の例えば藤井寺とか、それから西宮グリーンスタジアム、ああいうとこへロッテ来た時は僕は大阪で言い倒しますから。ロッテ見ましょう、ロッテ見ましょう、頼むよ、はい頼む、分かりました。いや嬉しいな、いやいや応援するよ、いや頼むよ、お願いね、ありがとう。そうか、面白い野球やってくださいよ。やります、楽しい野球ロッテやるから。一つ言ったらその外人を一つこのピシンとよし関節やろうしはい、おはがきいただいてます、千葉県我孫子市にお住まいの男性から、久々です、家元の癖がありましたら教えてくださいってね、久々の家元シリーズ。ぬいぐるみが好きです。ぬいぐるみが好きなんですよ、ね、あんな怖い顔してて可愛がってるんですよ、うん、あのただまたぬいぐるみどかしたらね、ライオンのライオンちっちゃい、これはおめえライボーと言うんだからね、いじめ出てくれちゃういじめ家元がねそうで悔しい時なんかで、ね、我々なんかライボーをつねったりで、ね、蹴飛ばしたりして、ライボーぐしゃぐしゃだって腹から出て股が出ちゃってしょうがないから師匠の腹巻きつけて起きといたってありましたけどねすごいのがあります。あと家元の癖って言ったらどんなもんが、あと薬とかね、
ね、どうしてそういうこと言うんだよ。いやいや、合法な、あ、合法的な薬が好きなんだ。アメリカのあるし、バカ野郎、違うよ。合法的な薬が好きでしたね。歯茎にね、注射を打つんです。あの栄養剤をね、こう打つんですよ。あれね、注射器で飛行機のところで引っかかっちゃったことある。金属で注射器を持って、ね、で注射器が出てきてね、かあの係長、これは何ですか。そう、だからこれはおめえ世間では注射器というんだって当たり前。何に使うんですか。だからこれ何に使うが何だかちゃんと説明すればいいじゃないですか。歯茎に打つと、よしんばこれで麻薬を打つにしても、お前これあのね、注射器だけじゃ逮捕できないんだよって、わけのわかんないこと言うもんですからね。別室連れて帰っちゃう。取り調べないですって。パンツ一丁になってね、師匠の顔見て涙ぐんで泣いてましたけど、ね、軍勢のパンツ一枚で立たずに家元軍勢の皆様に今週で最後ですね。また家元のこと言ってしまいました、はい、10名の方に差し上げます。はい、直筆です。合わせて支度談春よろしくお願いします。おほうおほう、これウグイスの谷渡りって言うんですよね。谷渡り、そう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 、うん、本当のウグイスの谷渡りはまた違うんですけどね。まあ違うんです。違うんです。これちょっと違うんです。すいません。あのね、尾瀬沼でね、はい、たまたま泊まっててね、あの近所で朝からこう泣いてんですよ。それからね、うるせえっつってね、録音切れって言ったんですよ私ね。いや録音だと思ってたわけ。あ、また録音みたいにね、ちょうどこういうそのなんていうのかな、タイミングでこう泣いてくるわけですよね。そしたら本物が泣いてるんですって言われてね、それからね、あそうすいませんと言ったと同時に、本物だといいって言うんだね、我慢できんだね。ちょっと音としては腹が立ってるんですよ、うるせえからっつってるんですよ。だから本物じゃ文句言っても聞けないからダメだって言ってるんじゃないですよ。本物ならこう許せると聞きたいという、録音じゃ嫌だって。だけど音としては同じだと思ってたんでしょ。その辺どうなのかな、話は違うけど、あのかまぼこの、あのカニかまぼこってあるでしょ。はい、ありますね。あれ美味しいですよね。美味しいですね。あれね、みんな偽物だって言うけどね、あれカニかまぼこが最初でね、後から本当のカニが出てきたら、あんなまずいものは食えねえって言うんじゃないかっていう。どうね、言われれば、なんかね、その自然というものとね、この人工的なものとのね、バランスっていうのはね、非常に微妙なもんでございますな。これ人工的なんですかね、これ自然なんですかね。多分自然じゃないかと、はい、同調いたします。はい、おやすみなさいませ。